ック教えて。 It's your turn, バイオマン。今日はね、全くバイオじゃない。 Not バイオ。 Not バイオ。 今日はね、めっちゃすごい、なんとラウンド1、進撃のラウンド1です。日本で最も大きなボーリングのチェーンで知られてるラウンド1という会社が、実はですね、激烈にアメリカで店舗を増やしてるんですね。で、これが大人気。アメリカで増えてるんだね。そう、ラウンドワンっていうのは、まあ、大阪でできた、まあ、ボーリングチェーンの、まあ、すごい大きな企業で、上場企業でね、コロナで大打撃受けてるのに、年初からもう時価総額2倍ぐらいになってて、今1550億円ぐらいなんですね。おお、すごい。で、そのエンジン役になってるのが、日本人が全く知らない海の向こうでラウンドワンが大増殖してるわけ。もうアメリカ全土に45店舗あるわけ、うん、でもさ、ボーリングなんていまだにやっぱみんな知ってるわけ、アメリカの人が。それナイスクエスチョンで、これね、アメリカ中のね、まずね、ショッピングモールあるんだけどね、その撤退したメイシーズとかシアーズとか百貨店がごめんなさいっつって空きスペースになったところにガスッと、今ボロボロ空いてるもんね、歯抜けのところラウンドワンですって入ってるわけで、キラーコンテンツが結構意外で、日本では、もうそれって昔やったよねっていうゲーセンのマシンあるよね。そう、ダンスダンスレボリューションって踊りまくるやつとか、あと太鼓の達人とか。それも一世代前だよ。もうね、最新マシンとして大フィーバーしてるわけ。もう逆タイムマシンなんだよ。で、原価償却終わってるからね、利益率も高いってことでしょ。そう、日本の中古車でもう使い倒した中古車を輸出する感じで、アメリカ持ってきたら、わー、見たことないぜみたいなことになってるわけよ。で、朝から行列、タオルとポカリスエット持ってダンスダンスレボリューションやるのが今最高にクールなわけ。新しいエンタメなんだ、じゃあアメリカの。いや、ビリヤード場とか、あとゲームセンターとか、あとボーリング場とかもそうなんだけども、うん、割とフラグメントなマーケットなんだよね。だからこれをこう統合していくっていうのは、こうビジネスチャンスとしてはね、すごい面白いアプローチだよね。そもそも、なんでボーリング企業がアメリカに行こうと思ったかっていうのは結構深くて、東日本大震災で大打撃受けたんですよね。エンタメは不謹慎だと、まあ、そういうのにも負けず頑張ったんだけど、やっぱり日本だけだとリスクあるよね。人口も縮小してるし、マーケットもどんどんなくなっていく。その中で日本、東日本大震災をきっかけに死ぬ者狂いでアメリカでやるって腹を決めたわけ、この会社が。かなり勇気がある決断だね。で、これ日産から来た元エンジニアのすごい CEO が陣頭指揮を取って、自分で支配人やって、自分でアメリカンのスタッフを集めて、将来的にはもう100目指してぐいぐい伸びてるわけよ。結構ね、こういうね、アミューズメントスポットってね、小さい子向けあるんだよね、チャッキーチーズとかね。でもそのティーネイジャーが集まれる場所ってなくて、珍しい場所になってるよね。しかも大人だもんね、これ。受けてんのはバーなんだよ、うん、ビールを飲みながらゲーセンをうろうろできるわけで、例えばレイが好きなビール何、レイ、クワーズライト、コアズワイト、それコアズワイトを 2,3 ドルでレイにね提供するんだよ。とレイは何するかって言うと、あーとか言って UFO キャッチャーやろとか言って、酔っ払ったままウィンウィンとか言ってポケモンのぬいぐるみ取ろうとして、取れないじゃん、うん、飲む、うんうんうん、もっと取れなくなる、飲む、もっと取れなくなるビールとどんどんお金落ちるじゃん、どんどんお金落ちてくね。そんな場所日本にもないよね、ビール飲みながらね予報キャッチャーできる場所なんてね、ないよね。そんなわけわかんないのないじゃん。これが進撃のラウンド1なんだ。でもね、なかなかね、これ資本も かかるから、ね、本当にね、こう大胆に、その、今時モールに入るってできないのよ。まあ、河川状態にこうね、こう自分たちでね、こうしていくっていうね、すげえいいアプローチだよね。面白いと思う。うん、レイ、今度、3人仲良く一緒に行こうよ。行くか、行くか。2人で行ってきなよ、2人で。え、来ないの来ないの。うん、大丈夫、大丈夫。間に合ってる、間に合ってる。今日のトピック教えて。 It's my turn。 My turn。 今日はね、インスタはインスタでも、写真のインスタじゃなくてインスタワークだよ。インスタワーク、その名前の通りね、インスタントに仕事が見つけられるプラットフォームのお話だね。日本でいうバイトってバイトルとかね、タウンワークとかいっぱいあるんだけれども、こういうものってね、今までね、実はアメリカになかったんだね。アメリカ遅れてる。日本のアルバイトってね、実はね、特殊なシステムなんだよね。っていうのはちゃんと雑誌があるわけ。うん、あったあった。雑誌ってさ、アメリカって整備されてないのよ、うん、本屋さんに行くか通販で買うかっていう方しかないから。でもね、日本ってコンビニね、通勤の時大体通るでしょ。だからこう、そういうね、うん、メディアが発達してきたっていうのがあるんだよね。フロムエーとかね、アンとかめっちゃ読んでてね、うん、夏休みはあれで旅館のバイトしてたよ、うん、俺フロムエー。そうそう、日本の映画見ると大体バイト探す時って雑誌持ってるでしょ。でも、うん、アメリカの映画見ると、お店の前に行って、張り紙を見るとか、そこに電話するとか、そういうシーンでしょ。確かに。バイトの探し方が全然違ったのよ。ところが、うん、米国でパートタイムジョブとかアルバイト層っていうと、大体ね、2700万人ぐらいの人口のことを言うんだけれども、これがね、うん、コロナでね、こう、ガクって減ったの。今ね、こう2000万人とか2200万人ぐらいなんだよね、今年で言うとね。で、コロナからリオープニングに入ってるのに人が集まらないっていうので、いろんなところでニュースになってるの。例えばこう、ディズニーランドオープンしたんだけど、働く人がいないから、フルキャパシティオープンできないとか、で、あとは働き方改革だよね。まあ、ウーバーとかもそうだし、好きな時に好きなように働きたいっていう世代がどんどん増えてきてるし、それと同時にこういうそのプラットフォームで、そういう人をこう集めて、企業側もそういう人をフレックスに雇える。そういうニーズがめちゃくちゃ上がったの。だから、今この会社がすごく伸びてる。
このファウンダーがこう知り合いだったんだよね。それで、これ株式持ってるパチンだね。投資してるんでしょうね、もちろん。してるでしょ。いや、これはね、してないんだけどね。じゃあ許すんだけどね。じゃあ許す。創立物語からずっと追っかけてるんだけれども、2015年創業者のサミアっていうのが、なんか一緒に寿司食ってて、会社辞めて新しい会社やろうかなって言ってたんだよね。日本もね、一緒に行ったことがあるんだけども、その時にコンビニ行くとアルバイトニュースみたいなのがあったりとか、リクルートとかいろんなモデルを勉強してて、あってこういう感じのってアメリカで行けんじゃないっていう話をね、寿司食いながらしてたのよ。で、最近のニュースでシリーズ C で60億を調達して、調達金額が100億を超えたって。で、今回はね、クラフトベンチャーズがリードして、グレイロックとか、フォーリバーとか、ベンチマークとかね、ワンダーコーとか、結構ね、いいところが入ってるんだよね。多分ね、ユニコーンに近づいてってると思うんだけど。悔しいね。ポッポ、私さ、これ映画教えてくれたから、ちょっと自分も登録してみちゃったりしたのね。わお。だよね。そしたら、私の友達の中でもインスタワークやってますよっていうのがポポポって上がってくるの。で、面白いなと思ったのがね、その私の友達が、例えば、今日ちょっと急激に休みたい、誰か穴埋めしてって言った時に、私にメッセージ送って、私がその代わりに代打で入るっていう、友達同士のワークシェアリングもできるみたいなの、これすごくない？わお。ユーヒ、どんなやつがあった？募集で。バーの裏で働くっていうのと、お皿洗いっていうのもあったし、アマゾンみたいな、ああいう工場で箱詰めとかいうのもあったし、あ、そうそう。特にパートタイムワーカーで重宝するイベント、飲食関連、倉庫関連なんかが充実してるんだよね。で、ウーバーと同じような感じで、こうそれぞれ登録してる人たちもその評価システムが出てるわけ。結果としてね、アメリカでは珍しいね、こう脳症が 2% 以下、こうドタキャンですね。ドタキャン、そう、ドタキャンが 2% 以下になってんだよね。100万人が登録されてんの、このプラットフォームに。そう。で、しかもその100万人はみんな身元調査されてんの。で、しかもほぼ確実に来てくれる。朝行ったらピューって木枯らしが吹いていたみたいな話はないってことですね。そう、まさにそう。でね、数千の企業がオファリングもしてるから、働きたい人も自分の働きたいところを十分に探せるようになってんだよね。これさ、なおさ、この脳症率 2% って、これなおのね、その打ち合わせの脳症率よりこれずっと低くない？これおほほ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 ほ。いや、俺の代わりにユヒがそれは出てるってことになるね。そんなのあれなの？いや、インスタワークスタイルだから俺も。そろそろ本気出すよ。来たね。ご紹介するのはかなり珍しく創業者日本人、うん、そのポテンシャルはもう超グローバル、スタートアップ界の大谷って勝手僕が言ってるんですけど、 AI の弱点を全てしらみつぶしに潰してくれる AI セキュリティスタートアップのロバストインテリジェンスです。ロバストインテリジェンス？あー、ロバストが分からなかったかな。堅牢なとか頑丈なって意味ですね。あ、ロバストね。俺の発音のせいにしてる。2019年、まだできたばっかなんだよ。創業者は大柴くんっていう、これ日本人。若いのかな、この人。まだ20代。ハーバード大学でコンピュータサイエンスを専門で学んでいた、人工知能とかの専門的な知識を持ってるスーパーハイスペック学生だったんだけど、うん、特に注目したのは AI にはめっちゃ弱点があると。うん、みんなね、今ほら AI 持って生やしてきたでしょ。人工知能だ、ニューラルネットワークだ、うん、ディープラーニングだっつって。うん、世の中 AI で溢れてきてるわけ。うん、ところが、彼らからすると、ノンノンノン、AI ベリーデンジャラス。プロから見ると、まだ表沙汰になってない弱点がいろんなところに潜んでいる。どんな弱点があるんだい？人類で初めての AI 誤認逮捕事件というのが起きてるわけですよ。去年、黒人の男性が警察にいきなり突然逮捕されたんですよ。うん、お店に入った泥棒をカメラの画像を捉えてて、うん、それを AI にかけたら、うん、こいつが犯人ですとか言って出した容疑者たちがいるわけ。その中から選んで、そいつパクったんだよ。うん、ところが、全くの誤認逮捕だったっけ、AI が間違えたんだよ。なんでかっていうと、いろんなその顔認識とか、こう犯人と一致させるアルゴリズムが、やっぱり黒人さんのデータをあんまり使ってないために、顔を特定する能力が白人に比べて非常に低かったことが原因って言われてる。データが少ないから、AI が学んでないってことなんだね。こういうなんか血管とかがいろんな AI に潜んでて、どこで爆発するか分かんない。開発者としてはめちゃくちゃ怖いんです、これ。なるほどね。そこでこのロバストは大柴くん、まあ、コンピュータサイエンスの専門家と AI の弱点を徹底的に研究してきた第一人者のハーバード大学の教授のヤーロン・シンガー先生、弟子と師匠がタッグを組んで作り上げて、うん、世界中の AI の弱点を自分たちのソフトを使ってくれれば、しらみつぶしに危険なところをチェックしてくれて、ここ危険ですっていう話を特定してくれるんだよね。こう AI の誤謬みたいのを見つけ出したりとか、それと AI を騙そうとする人たちから守ってくれたりするプラットフォームとして注目されてます。ポッポ、 AI の逆転をまた AI でやるの？いい質問ですけど、こっち答えは分からない。彼らが言ってるのは、何百種類っていうテストをやると。AI に意地悪な問題とか、AI を騙すような引っ掛け問題みたいな大量に自動的にこうやることで、こういうことやるとこの AI って誤動作を起こすと。例えばですよ、スマートフォンとか、フェイス ID ってあるよね。これ自分の顔じゃないと絶対開かない仕組みじゃないですか。フェイス ID のミソは、どんなメガネをかけてるかみたいなとか結構重要視されていた。ユーヒーのね、みんなが見てるあの丸っこいメガネ俺がかけたら、ユーヒーっつってパカってスマホが開いたら、大問題なわけでしょ。だからいろんなメガネかけても、ユーヒーって騙されないかなみたいな、ありとあらゆる手段でストレステストをやってくるわけ。大丈夫だってなったら、おお、これは十分に頑丈な AI ですってやってるんだよ。なるほどね。AI って言っても画像の方もやるし、数字とかのデータも見る。両方ともこの穴を探すってことだよね。そこがすごいポイントで、一個一個全部違うタイプの AI のミスなんですよね。多角的な AI の弱点を同時並行的に何百種類もテストをかけられるっていうのが、やっぱこのソフトウェアのすごいところで、いろんなテストを彼らが組んだっていうのは非常にもうこれ他では真似できないと言われてるんだよね。面白いね。
実はスタートアップ界の大谷、すごい太客を掴んでおる。オンライン決済の世界的なテク企業のペイパルさんとかね、あと日本だと NTT データとか、もうそういう太客がまだ作られて2年目ぐらいの会社にボーってぶら下がってるわけですよ、うん、今この会社ってどういうステージにいるの？ファイナンスとかは十数億円をすでに調達してるんですけど、社員は30人弱ぐらいかな、うん、スタートアップ業界のキングメーカーと言われるベンチャーキャプテンセコイアさんがもう最初から唾つけてるスタートアップなんですね。ピカピカだね。もう入ってるエンジニアも Facebook、Google、Uber とかでバリバリのセキュリティやってきたような人工知能エンジニアがもう30人ぐらい集まってるわけ。楽しみだね将来。すごい会社見つけてきたね。これがナオズクオリティだよ。ナオのこう欠点もここの会社に見つけてもらって直してもらったの？いや違いますね。これはですね、何を隠そう、まだまだたくさん AI が弱点が待ってるっていう話を徹底的に直してるわけで、Robust intelligence uses adversarial machine learning, a way to fool artificial intelligence models using misleading data. Tokio Marine, the Japanese insurance company, has entered into a business alliance agreement in May. Thanks for watching!